はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。なんか日本の人口、1億2600万人弱のうちですね、外国人が307万人になっちゃったんでね。ちょっと前まで200万人って聞いてたんですけども、増え続ける原因は留学生や実習生など、働きに来てる人、などみたいであります。日本政府はですね、もうちょっと永住権とかね、厳しくすればいいのにね。日本人と結婚したら永住権与えなくちゃいけないけれども、離婚したらもう取り上げるとか、そういう措置必要だと思いますよ。小西文書の不発に毎日新聞がニラニラしております。高市氏は逃げ切った、過剰答弁連発に与党から辞任論も。なんか公明党からそういう声が聞こえてるなんて書いてありましたけれども、聞いたことねえな。野党側には手詰まり感。24日の予算委員で、立憲議員2人が質問に立ったが、うち1人は小西文書に一切触れなかった。もっとしっかりやってくれよ、みたいな毎日新聞の苛立ちが、見て取れますけれどもね。一般の反応です。総務省の答弁は捏造を否定するものではなかったぞ、嘘記事書くな。これはですね、総務省が捏造と考えていない、レクはあったと考えてるっていうので、高市さんの答弁が不正確、捏造っていうもんで、別にその噛み合っていない水かけ論とか毎日は書いてましたけれども、高市さんに逃げてる要素あったか、辞める理由ないし、悔しい連中が逃げてもない高市さんを逃げ切ったと捨て台詞。ああなるほど、これが狙いか、わかりますね。いやいや、最初から何もない、逃げ切るものにも最初からゴミ文書、逃げ切ったで本当は有罪なんだという印象操作完了、これが狙いか。小西は逃げ切れそうですか。逃げ切ったも何も最初から野党側グダグダやん。まあ与党から辞任論って多分ね、総理、次期総理狙ってる河野太郎と茂木あたりは文句垂れるんでしょうね。あるいは毎日の全くの願望か。まあ公明党は高市さん邪魔だから、大臣辞めさせろ、その大臣ポストを公明党に来るよと言ってるかもしれないですけれども、逃げ切ったって最初からですね、捏造としか言っておらず、高市さんは。逃げてないけどね、微動だに逃げてないけどね、真っ向勝負で捏造だ捏造だ最初から、繰り返してますけど、もう毎日は本当は有罪っていうイメージにしたい、そして毎日の読者はそれにたやすく騙されると。つうかむしろ率先してそう思いたい、本当は有罪だと、そんな連中が毎日新聞なんかを買ってるというかね。捏造があったとは考えていない、レクがあった可能性が高いと答弁した総務省とですね、不正確って答弁した高市大臣とは、水かけ論になった言ってますけれども、総務省はですね、正確性は確認できないってもう発表してんだから、水かけ論になってないんだよな。あと不正確だっていう高市さんの答弁を否定するものでも何でもないし、毎日はまあ水かけ論にしたいんで、この部分を書かないっていう、正確性は確認できないっていう総務省の答弁を書かないっていう、こういう故意のですね、嘘記事は罰則つけるべきですよね。本来ならですね、高市さんに代わって自民党が、あの部分ダメだろ、抗議室とかですね、記事訂正を求めるとか、すべきなのに、何もしないと。自民党のじいさん議員たち、嫉妬してんでしょうね、高市さんね。大臣何個もやってるしね。小西博之、今日の専門。専門って脳みそおかしくなっちゃって、麻酔の後にですね、幻見たり、したりする、現象ですね。なんつうの、統合失調状態になる。脳内に、幻影とか、神様の声を聞いたりですね。官僚は誰も、捏造も改ざんもしていない。
高市大臣が自分の主張そのものを捏造していると考えれば全て整合する、ちょっと何言ってるか分かんないな。とにかくあの高市が悪いって言ってるみたいなんですけど、池田信夫さん、デタラメはどっちかリプライ見れば分かるだろう。 99% が小西のことそうなんだ、よくやってられんな。あの返信欄一切見ねえことにしてんのかな小西はな。一般の話です。財務省は文書改ざんやってただろ。脳みその回路が一般人と違うんでしょうな。すごい粘着ぶりですね。気持ち悪い、頭も悪い毎回デタラメな主張を振りまいて恥ずかしくないのだろうか。恥ずかしくないんですよ、それが。こういう人は本当に、バカほどあの自己評価が高いっていうあのダニングクルーガー効果っていうのありまして、恥ずかしくないの。むしろですね、自分の言ってることを理解しないの人は頭が悪いなぐらいに思ってんですよ、こういう人。恐ろしいでしょ。近寄んない方がいいと思います。ハエ取り紙より汚らしい改ざんしていない証拠をさっさと出せ。さすが国民の敵さん、何言ってるかさっぱりわからん。お前はストーカーか。で誰にもらったの。官僚は捏造改ざんしないって、佐川税務局長の時に財務省が改ざんしてて、それ立憲が追及しそうだろ。何言ってんだ。総務省、あの文書はゴミって最終発表でもう決着ついてんですけど、まあそれに負けないでですね、我々を笑わせ続けてほしい小西は。頑張れ小西、事実に負けるなっていうことでね。共産党、二比総平参議、初めて聞いた。歌舞伎町で少女たちを守るバスカフェに、昨年末から執拗な妨害が繰り返されているコラボのことですね。男女平等に挑戦する人権侵害は許せない。クソデカ死語でコラボを全力擁護してますね。男女平等に対する人権侵害だ。クソでかいな死語がな。なんと C 和夫もですね、とうとう直接コラボ問題に参戦しておりました。女性支援法が理念とする男女平等への挑戦であり、許されない人権侵害です。これだけでもうね、あの女性支援法とやらがダメってわかりますね。女性支援法って男女平等に反してませんか。そういえばなんで男は支援してくれないの。なんでなの。なんで女性ばっかり。男女平等に反してんだろこの法律。一般判断です。共産党が本格的に参戦、強いつながりがありますね。公安監視対象の共産党の方がはるかに許せないんだが、用のためになりふり構わず。そんなにバスカフェ必要だったら共産党が自腹でやれば。盗撮されたりサドルにぶっかけられたりした女性の人権を守ってほしいです。女性を支援する前にサドルに体液かけるのやめてもらっていいですか、なんで若い女性しか助けない差別団体コラボへの攻撃が男女平等への攻撃になるんだかさっぱりわかんねえ。まあ共産党は頭おかしいから理屈は全然通じないんですけどね。親分の C 和夫も出てきたってことは隠れてては助けられ、危機感覚えたってことですかね。副都知事更迭なんていう大ごとにもなっちゃったし、ところでコラボは去年4月1日から今年3月末までの委託料として4600万円もらってます。こちらの検証は3月末が過ぎて、今年度のなんつの事業報告とか会計とか出てきてからでしょうね。なので少なくともあと1年はこの騒ぎが続くということで、若草ボンド、パップス、アバキもあるし長丁場確定ですねこれ。皆さんの関心は持つんでしょうか、心配。これ2チャンスレッド歴代1位になっちゃいましたけれども、このね、若草ボンド、パップスコラボ問題、総合スレッドっていうのが、666枚も、もうとっくに経過してて、もうダントツ1位になるの、2位をはるかにかけ離れた1位になるのはまず間違いないですけど、これからだっていうところが恐ろしいですね、暴きが。ガーシー実家ガサ入れを受け、女子党幹事長黒川敦彦、警視庁に
抗議集会を呼びかけてしまう、反体制活動、桜田門警視庁前に集合、緊急ですが来れる方はご参集ください。何人集まったか知りませんけれども、顔写真撮られてファイルされたからなお前ら、こいつは誰それ、ツイッターアカウントはこれこれってファイルされたからな、実家家宅捜索を信者たちがですね、警察の陰謀であるとか国家権力の暴走とか言ってるみたいですけど、ガーシー YouTube 収益の大半が実の妹の口座に入金されていたことが発表されました。ちなみに妹もドバイにいるそうです、ガーシーと行動を共にしている可能性が高いですね。一般犯、もはやファミリービジネス、ほら見ろ家宅捜索の意味あったやろ、口座押さえられて逃亡資金がなくなりました。まあまあ、妹の口座に大半が入ってんな、いうことは、警察に認知されちゃってますから、まあ、凍結されるんでしょうね。おかんの問題にすり替えて、泣き落としでどうにかなると思ってんじゃねえぞ。組織犯罪に格上げ。妹は逃亡隠避罪不可避。妹も共犯になるのかな。口座名義貸して、罪あるよ。犯罪収益移転防止法に引っかかると。なるほど、こういうのもあんのか。加害者のくせに被害者ぶってね、おかんがおかんがあって、パイオそっくりなんだよな、行動様式が。ガーシーってね、被害者じゃねえかんな、お前。加害者だからな。何人脅迫したと思ってんのよ。そして警視庁に抗議するガーシー信者も、頭悪すぎ。多分一緒治んないんですけどね。こいつらだとバカにつける薬を飲んじゃいそうだね。妹の口座も警察に感知されて、いずれ凍結されるんだから、諦めて帰国しろってもう逃げらんねえから。そんでですね、全部立花の指示だったって実況しろよ。これ4年の執行猶予が22日、3日前にスタートしたばっかの立花が、共犯になるようにね、執行猶予取り消されるから、なんかで有罪やらかすとね。というわけで、4月2日 NHK スクランブルでもやります。4月8日メール党員限定懇親会もあります。どちらも動画説明欄もっと見るをクリックして詳細をご確認ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。